皆さんこんにちは、勝也です。今日は午前中に練習場に行ったんですけども、横浜の練習場なんですけど、後ろの4つか3つくらい後ろですかねの座席に、なんとビート清志師匠が2ビートのビート清志師匠が打ってたんですよ。で俺のお父さんとは同じ横浜ということで、ちょっと交流もあったりして、僕の名前は知ってもらってるんですけど、いきなりなんか僕の打席のすぐ横にボール出す機会あったんで、ドライバー打ってたら、かっちゃんなんて呼ばれて、向いたら清志さんだったんですけど、ちょっと今日は清志さんが練習してる風景を動画に撮らせていただいたんで、見てみてください。ナイス。いや、いいですよ。うん、いい音。今だったらいいよ。頭が残ってる時いいんだけどさ、頭がこうやって動いちゃったりすると足壊なくなっちゃうし。月1回くらいですか、今ラウンドは。ラウンド月1回でも2ヶ月に1回くらいの時もあるし。ゴルフ行く？え？1日行く？1日何曜日ですか？1日、あ、1日俺病院っすよ。病院なの？はい。成田行くんだよ、成田。太平洋っすか？成田のね、いや、おそらく大英だと思う。成田のこっち行け、そう。行きたかったですけどね、ちょっと別の、はい、別の日に。ドライバーなんか全然飛ばなくなったもん。龍馬でした。もうね、考えられないぐらい。秀吉さん、龍馬ゴルフですね。タイヤも龍馬で、シャフトが Beyond Power っていうシャフトの、龍馬とグラファイトのコラボのシャフト。シャフト系も全部龍馬です。クローチも龍馬で、サンドも龍馬。うん。ドローですか？本当は。まだ電気から入ってね。体も回転でこう、なんか打てなくなっちゃった。ここからもう手にこうやって力が入る。向いてる方向は230のくいくらいですけどね。230もうこの、はい、そこ向いてますね。はい。あ、でも今の良かったですね。まっすぐ十分じゃないですか。この間もさ、はい、木更津ゴルフクラブ行って、はい、4-5-4-2だった。87回
そんくらいですか今。横向けてるよ。あ、いや、ショートカット僕苦手ですもん。みんなショートカットしてくれたの、それはいいスコアで。俺らは絶対ショートカットできないから。はい。ここ回ってる。これ全部最新ですか、リョーマ。これ？これ？クラブ。これはさ、これ買っちゃ、これ打っちゃダメか。これ後半まずこれ打ってみないよ、これ。これで打ってみ、このあのウッドでもいいから。うん、打ってよ。かっちゃんはさ、ドライバーダメだっつったんだよな。ドライバー柔らかすぎてダメだって言ったけど、でもさ、これ全部こういうの打って同じショットだ。これこう短いボールでいいんだよ。うん、短いボール。スプーンでよ、いい加減してよ。いいよ、打って打ちないよ、もし練習しない。かっちゃんだったら距離が出るってこと。絶対に。これね、ランが出んのよ、これ。そしたら絶対今の球筋だったら 200ヤードのあの真ん中のデッドあるじゃん、デッド、はい、あそこに行くと思うよ。右向いて、そうそう、230の方向いてる。じゃあさ、これだってほら、ユーティリティの3番。ユーティリティの3番出たら。ウッド系が入ってるんですね。ウッド系はユーティリティ2本だ。31度。うん。それも飛ぶと、飛ぶよ、それも。これはあれだけど。これ200以上飛ぶから、うん、ほら、おい、あら、
飛んでと言った3分ぐらい飛んでるやろ、それでよ行きますね飛ぶんだって、これがこれね、はい、お家でも転がるんだよ最近あれですよ、木村拓哉が宣伝してるけど、木村拓哉好きだな、ちょっとな。でもあそこまで行くんだぞ。いや。さ、ラフとか入った時これ言ってる手が一番いいじゃん。ラフでも打ってるんだろう。全部シャフトが一緒だからさ、シナリオはみんな一緒だから、じゃあどのクラブも同じ感覚で打てる、飛ぶような7番で打ったらすげえ飛ぶ、これこれ、200あれ超えたろ、あれ超えた、なんだお前、230の手前だと、これめっちゃ飛びますよこれ高反発なんじゃないですか、高反発じゃないよ、これはあれだけど、すげえ飛べ、飛ぶんだよこれ、これはさ、飛ぶんだけど、じゃあこれくっつけろ、ドライバーで、これドライバーくっつけろ、絶対ね、ドライバー合わねえことないんだって、お前これを今ぐらいゆっくり打ってれば絶対合うから、だけどこれ何回も打たしたくないんだよ、それあんまり終わっちゃうと終わったらいいけどさ、いやいや、いきなり言えばいいの、いや、いいの言うの、すげえな、これも龍馬にしてもらうから、もう龍馬にしてもらったもん、行ったぞ、おい、あの上上がったべ、あの、はい、すげえっすよ、これだから、飛ぶんだって、合わない合わないって言うけど、かいちゃん、もう少しさ、はい、腰を少し早めに打ったら、まっすぐ行くんだよ、そうっすね、ちょっと今詰まってるから、引っ張ってる、腰をちょっと先に、ほら、うわあ、行ったぞ、これ。おいおい。全然取れますよ。おい、なんだおい、あの中段の網とか当たったぞ、おい。俺のドライバーより全然取れますよ。オープンって、だから俺、あれだよ、社長使ってんべよ。はい。だからあれ使いっつったのはそういうことなんだよ。俺、龍馬にしてもらおうかな。ビヨンドシャフトでこれ全部同じなんだから、シャフト、だからシャフト同じのやつで揃えたら、はい、どれ振ったって一緒だよこれお前今なあれ、これ300飛んでるぞあれだってあの1本目のラインと、はい、あの中段ぐらいに当たったんだよ、やばいっすね、やばい、ちょっと撮ってやろうか、はい、横で撮ってもらっていいですか、いいよいいよいいよ、どこ行った今、いや上の段ですよ、上の段行った、はい、見えないよ、あんまりボールが速くて飛び出しが速くて見えないんだ、これは高反発なんですか、これはね、だけど、はい、そんな変わんない、今
ほら、おい。あら、もうやめた方がいい。すげえこれ。すごいだろ。はい。ほら、お前、あれ、あの段の上行ってんだぞ、お前。ヒューさん、めっちゃいいクラブ全部使ってますね。だから、俺は道具でよ、腕がダメなんだ。かっちゃん見て打てりゃ、これ最高なんだよ。ありがとうございます。